コーネリアス・ルヤンドレ・ルーズベルトは、フランス生まれのアメリカ人映画監督、リゾートホテル経営者。パリで生まれた。父、コーネリアス・ルーズベルトは、元アメリカ大統領、セオドア・ルーズベルトのいとこで、アメリカ大聖堂で洗礼を受けた。母は、フランスの女優、アンナ。パリオリンピックラグビーユニオンフランス代表として、金メダルを獲得した。1905年に、 アーデル・ハイト・ランゲと結婚し、離婚後、ハイチでアリス・ラフ・ォンテントと再婚した。冒険家で、1924年に観光市場を開拓しようとバルトに二行し、同時にバリの文化的整合性を維持しようとした。バリをパリのような放置の国内、または国際パークとする構想を持っていた。バルター・シュピース支援を受け、百二十八と百二十九年、 アーマンド・デニスとゴーナ・ゴーナ・アンオーセンティックメロドラマを撮影した。これを1930年にアメリカで放映するとアメリカにバリブームが起こった。また、1938年に映画ビヨンド・ザ・カリビアンを制作した。1962年7月にポルト・オ・プランスで死亡した。ありがとうございます。